はい、ガズファーストテイクっていうことでちょっと初めての試みやってみようと思いますけど、今から、ファーストテイク、あの YouTube チャンネルみたいに一発撮りで、演奏していきたいと思います。さあ今日取り上げる曲はユーミンの春よ来い、こちらの曲を、心赴くままにですね、今からこう弾いていこうかなというふうに思うんですけど、この曲のねレッスン動画、すごいいいレッスン動画過去に撮っているんで、ぜひあの練習したいなという方、概要欄に貼ってあるねレッスン動画をぜひ見ていただきたいんですけど、流れとしては最初にね今日は、このままかっこいいバージョンをやりまして、その後シンプル簡単バージョン、初心者さん向けの簡単バージョンもちょっとやっていこうかなというふうに思います。では早速春よ来い、ガズファーストテイクやってみる。いやいいですね、この春を待ち望む今これを歌う。あの我が家にはですね、ここに今庭がね見えてるんですけど、道断ツツジにですね、こう新芽がちょっとこう出てきてるんですね。春を感じながら今ちょっとこう薄日が当たる中、
やってみました。ぜひ皆さんもですね、こんな風にゆったりね、できるようになるといいと思います。今もガズもアンプしてるわけじゃなくて、ここにね、ノートがあって、これノート24冊目ですよ。今ね、もう40冊目までいってるんでね、これで、このノートが2021年なんて3年ぐらい前の、アレンジになってるんですけどね、この、今この楽譜、今見ながらやったんですけど、このやつはね、さっきも言ったけど、概要欄にレッスン動画、あるんでね、ちょっとじっくり見て、皆さんもちょっとこう、ね、時間見つけて、この春の日差しの中、春めいた日差しの中やってみるのおすすめでございます。まあ初心者の方もですね、まあやってみたいでしょうから、これから今ですね、簡単バージョンもやっていきますからね、簡単バージョン、コード見てもらったらわかるけど、シンプルアレンジになってますんで、早速じゃあやっていきましょう。はい。今日はちなみに G ラボのガズモデル、10周年モデルを使っております。G ラボのウクレレ、いいウクレレですよ。概要欄に詳細貼っとくんでね、ぜひ見てみてください。さあ、そしたら簡単バージョンやってみる。せーの。今のシンプル簡単バージョンは入門コード
6個だけでございます。こっちはね、初心者の方でも、弾ける、簡単に弾けるんですけど、これ歌がやっぱ難しいですからね。あーわーき光立つに、ここの音程のメロディーとか。まあまあじっくり行きましょう。はい、春の日差しの中この曲を歌う。ぜひこれ素敵なんでトライしてみてください。何回も言いますけど、めちゃくちゃいいレッスン動画概要欄に貼ってありますからね、ぜひ見ながらやってみてください。あのガズレレでは春の曲もね、めちゃくちゃね、あのいい曲取り組んでるんで、まあまあ、あの他にも曲名と曲名スペースガズレレみたいな感じで YouTube で検索してもらうとたくさんいい曲出てくるというふうに思うんでね、もう2000曲ぐらいのね、レッスン動画アップロードしてますんでね、ぜひ見てみてください。お知らせとしては、ガズがめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本、ご機嫌ガズレレデイズ、GGD というふうに略してますけどですね、このエッセイ本がですね、主婦の友社から4月にリリースされる予定になっているんですけど、ただいま大好評で予約をですね、受付させていただいているんで、ぜひ皆さん予約してください。めっぽういいこと書いてあるんで、いい本でございます。よろしくお願いします。さあ、日々ガズレレ、動画、いろいろこうレッスン動画とか更新しているんで、お楽しみください。このね、今日初めてやったこのガズのファーストテイク、これもですね、もうレッスン動画、バッチリなレッスン動画あるやつはこういう感じでですね、まあお届けしていていけたらいいかなというふうに思いますんでですね、ぜひ、可愛がってあげてくださいということです。はい、ガズレレ YouTube チャンネル、まさかチャンネル登録してない方はいないでしょうね。してくださいね。よろしくお願いします。あっちからこっちから音楽楽しんでいきましょう。それでは皆さん、ごきげんよう。さよなら、バイバイ。